おー、来たー、大桑の神来たということは、これ封印妖怪だよね。ここと、ほら来た。あと、富士見御前で、出てくるね、山吹鬼が。富士見御前かー。紫コイン？いや、青コインか？あ、紫？まあ、どっちかだね。あと一個か。頑張ろう。何気なく引いたら出た！富士見御前。ということは、これで、完成じゃない？完成だよね。多分、来たと思う、来たと思う。来たー来たよマジでか。いや、来るとは全然思わなかった。いや、ほんとね、何気なく引いたら、来ましたね。おー。いやいやいや、1年越しにようやく、完成です。レジェンド召喚。レジェンドぶったまげんど。山吹鬼、なんかドラえもんみたいなね。山吹鬼ゲットした。来たねー。ついに山吹鬼ゲット。いやー、ようやくだね。大桑の神が出て3日後に出ましたね。いや、ほんと何気なくやったら出た。富士見御前。で、山吹鬼か。どう育てるか。いやらしいができるっけ？豪傑は。いやらしいでいければ力と素早さが上がるんで、いいんだけど、ダメだったらば、もう違うやつでいこうかな。いや、もう、力を、優先的。いや、結局のところ、素早さなのよ、このゲームは。あ、ダメだ！いけないか。まあ、何か素早さが上がるやつでいきたいところだね。そうね。荒くれにしてもいいけど、素早さは上がんないからね。力だけ上がっていくんで。ちょっと、育てるのが悩むね。どうしたもんか。まあ、とりあえず、技と、攻撃なんかは全部。あげておきましょうか。いやー、どう育てようか。極力、素早さ寄りにしてやりたいところですけどね。性格はどうしようか。ちょっと悩むところです。はい。いや、今日びっくりした。本当に驚いた。3日前に大桑の神が出て、今日、富士見御前出しました。で、山吹鬼完成ですね。レジェンドは全部いってます。でも、まだ妖怪は出てないのがある。宝石ニャンも、あとトパニャンとエメラルニャン。これ出ない。全く出ない。毎日頑張ってるけど出ないんだよね。まあ、その他にも結構空きがあるので、頑張って集めていきます。いやー、今日は良かったよ。山吹鬼ついにゲットです。今度、育てて使ってみようと思います。チェックもよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。やったぜ！